よっしゃ行こうぜ続き。はい、とりあえずお金は162両あるので、まあ一人で行くからね、全滅が怖いということで、なんか物に変えておこうと思います。まあ回復アイテムとかに変えてもいいんだろうけど、やっぱり装備品が欲しい。ゆくゆくはね、仲間連れて行くって考えた時に120両、180両か、まあこの辺欲しいところだけどね。20両ぐらいちょっと貯めて、この180両の防具かな、ちょっと買っておこうか。はい、それから挑みに行きます。まあ、そうこうしてるうちにもしかしたらレベルも上がるかな、どうかなちょっとわかんないけど、131、まあ遠いから上がらないかもしれないけど、まあちょっと頑張ってみましょうか。 OK、 2両全然遠いなこれ、無理かな、時間かかっちゃうかな。はい、2体だったらまあそこそこもらえるんじゃないかな。どうでしょうか。いい、いいね。8両。まあ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 。頑張りましょう。はい、頑張りましょう。まあ、売れば、何かしら売ればまた、どうかな。たまるかな、2両。くそー、全然。目クソ鼻クソじゃねえや、なんて言うんだ。あ、でもそうでもないね。たまるね。目クソ鼻クソじゃなくて、なんだろう、スズメの涙みたいな。ねえ、まあでも、チリツモっていう言葉もあるからね。よし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 。よし、じゃあ物に変えて、一人で挑む。一人で行けるところまで行っていいんじゃないかな。って思いますね。いやまあ多分すぐやられちゃうかもしれないけどね、ボス戦。まあ何度も言うけど、こいつ自分で回復する能力ってのがないからね。回復アイテムを生成する力はあるけど、料理でね、おにぎり作れるから。はい、おー、ぴったり。よし。ない。おにぎり1個、きびだんご1個。あ、じゃあ、きびだんご2個。まあ、これでいけんじゃねえか。ちょっと一回行ってみようぜ。まあ、これでダメだったらね、仲間連れてきますわ。で、この動画を収録する前に、ちょっと仲間の、編成っていうのをちょっと考えてみたんだけど、やっぱりね、腹出しがね、ちょっと気になるのよ。16段までめちゃくちゃ弱いっすよみたいな言ってたけど、もしかしたら化けるんじゃねえかなっていう、それ行こうね。なので腹出し連れて行こうかなって思ってますけど、まあ後々ね、後々入れ替えが可能なのであるならば、まあ可能なんだけども、なんであればやっぱり初めは鉄板キャラで進んでいって、ある程度進んで、まあ中盤以降に、腹出し一人連れてって、ちょっとレベル上げさせてね、ヤシャ姫と二人で行動してレベル上げさせて、一気に16段を目指していくかどうか。ただ腹出しが他のキャラと比べてレベルが上がりにくいキャラだとしたら、それはちょっとまだ難しいのかなとか、いろいろね考えちゃうんですけど、どうでしょうかね。鉄板キャラで行こうか、はじめは。 OK、 よーし。まあでも3人連れて行けるから、2人鉄板キャラで行って1人腹出しっていう作戦もまあある。 OK、 基本3人でもまあ
バフ役と回復役がいてくれればなんとか戦えるんじゃないかなっていう気はしてますけどね。まあその バフっていうのは守りであったりだとか、どうだろう、オフェンス面で底上げしてくれる術とか使ってくれるね仲間いるんであればすごく助かるけど、まあだからアシュラ、フジン、原田氏とかね、そういうメンバーでもいいかもしれない。ウンガロ、ウンガロ、ウンガロって貴様がヤシャ姫会、わしがハチズマビン様よ。ウンガロ、ウンガロ、人間と仲良くなったら情けない鬼めが、どれ、まず貴様を倒して、その後でゆっくり地獄を打ち取るとしよう。ウンガロ、ウンガロ、はいはい、マンダーラ、ハチズマビンが襲ってきた。強いのかな。6段、音楽はね、かっこいいね。ウンガロ、ウンガロ、痛くもかゆくもない。あーあー、はい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 、まあまあ一発目のボスって感じっすね。先制取れてるね、先制取れてるから、まあ焦らなくてもいいんじゃない、どうでしょうか。おにぎりだとちょっと回復量弱いかな、大丈夫かな。特別なんか変わった攻撃してくるとかなさそうですね。普通の通常攻撃かな、それだけっぽいっすよね。ああ、さざ波使ってくるか、なるほど。本気で、ちょっとちょっとちょっと、勝手にそんなことしないでくれよ。ああ、やばいやばいやばい、ちょっとやばい、素早さ倍になったから先制取られてるね。これ負けたかな。はい、終了です。はい、終了。はい、どうも。はい、というわけで素直に仲間連れていこうか。いや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 、しょうがないですね。まあまあ、でもこうなる予感はしてたというか、そんな甘いもんじゃねえぞってのはなんとなく分かってたんでね。はい、じゃあ決断の時だ。鉄板キャラで初め進めていって、時期が来たら原田氏をレベル上げするか、それとももう序盤から原田氏を連れていくか。動画的に面白いのはやっぱり原田氏を序盤に連れていくあたりが面白いのかなっていう気もするけどね。まあただ苦しくはなるかな、その分どうかな。まあ いや、とりあえずアシュラだな。はい、行こう行こう。はい、行こう。ちょっとね、変態チックな感じだけど。で、風神、はい、お願いします。強いね、体力22もある。さあ、残りの一人ですよ、これ。雷神か、原田氏か。だよね。悩むな。風神、雷神で行こうか。最初は。体力こそ少ないですが、まあ、体力少ないのはちょっと不安ですけどね。まあいいや、行こう。よし。原田氏は、お前は秘密兵器だ。ちょっとここで、待っててくれ。いざという時に、原田氏を使おう。虎の腰巻き、これはアシュラ装備できないの？あわらじ装備できんね。アシュラは装備できないんだ。やっぱ風神、雷神か。まあどっちでもいいけど、HP 低いって言われてる雷神の方に装備させようか。まああと分からないから無理よ。君たちはあとすっぽんぽんで、フルチンでついてきてくれ。行くぜー、4人パーティー。よーし。
どうかな、レベル上げた方がいいかな、他のキャラ。どうかね。はい。もうエボダン連打でいいでしょ、ここ。よし。まあ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 、まあまあ、そこそこ、そこそこ戦えますね。よし。風神。ああ、強いじゃない。装備なしでもまあ普通に強いな。OK、経験値どんぐらい ?7 か。2体で7だもんね。ちょっとやっぱり分配されてんのかな。ちょっといろいろ見てみようか。次。ああ、婦人、雷神、ちょっとレベル上がりにくいんじゃないこれ。アシュラと全、ね、ちょっと違うもんね。倍ぐらい違う。婦人は倍以上か。まあ、まあまあまあ、しょうがないね、この辺はね。雷神なんか術覚えてねえの？まだ覚えてねえか。やっぱレベル上がらないと。1はやっぱ、なんも覚えてないか。まあ、それでも、このゲームはレベルが上がれば、HP 技が回復するから、そのシステムをうまく利用していくしかないね。OK。レベルアップ。OK。冬の術。どっかで冬使わなきゃいけない場面が来るんだろうね。まあ地獄だからね。なんか血の海とかあんのかな。血の池、地獄みたいな。そういうのもあったりするのかな。まあ、ちょっとわかんないけど。まあ序盤は4人いたら楽でしょう。ただ多分ね、中盤以降とかは多分4人でも相当きつくなるんじゃないかなって気はしてます。あの、なんたって桃伝ですからね。いや、仲間いっぱいいるし、これ、楽じゃんって思うのは、ちょっとこれは、違う気がしますね。桃伝はね、そこまで優しくないから。OK。でも、まあ、それでもね、仲間が多ければ、あの、カバウとかね、使えるからね。やっぱちょっと弱ってるキャラを、助けてあげたりとかそういうこともできるから、まあ戦略の幅は広がりますわな。よし。いやー、アシュラ婦人雷神なんかね、術を覚えてほしいけど、どうでしょうかね。だから本来はこいつら全員レベルね5段ぐらいないとダメなんでしょ、本来は。多分そうだよね。連続攻撃、あ、やばい。結構、やばいやばいやばい。ちょっと勘弁してくれよ。まあでも、婦人レベル上がれば、回復するだろうから、OK。まあ、狙い通り。いけるかな、レベル。2段で。いやーでも、やっぱ回復の術、誰が金丹とかは覚えてほしいよね。ちょっと待って、あと5、15、13だから、全員ちょっと3段になるまでは、ちょっと、上げてね、レベル3まで上げてから挑もうか。もしかしたら3段になったら誰か、金丹とか覚えてくれるかもしれない。やっぱり一応回復魔法回復の術はね、覚えてもらわないとちょっと不安。ヤシャ姫だけが強くてもちょっとダメだよね。スーパーエースがいても、あの他の守備陣がねザルだったらもう全然勝てねえから。オッケーオッケー。オッケー、なんか覚えろ、なんか覚えろ。技9になったからなんか覚えるはず。金丹、よし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 。オッケーオッケーオッケー。技急になった時点でね、あ、なんか覚えるかなって今思いましたけど。よし。じゃあ、風雷が両方レベル上がったら行こう。さあ、もう一回来たぜ。今度はあの強い仲間引き連れてきたから、はい。もうなんかあの4対1で戦うっていうのがね、なんかフェアじゃない感じはするけども。まあまあまあ、許してもらおう。これ戦争だからね、これ。戦争。戦争に汚えもクソもないんですよ。ベジータさんがね、そうやっておっしゃってましたからね。OK。OK。
さあ、もうちょっとレベル上がるよ。まあ、おまんだらがね、毒不要だからちょっと怖い。あーっと、確実に仕留めろよ、確実に。爪が甘いぜ、ヤシャさん。いや、夫人強いね。全然装備してないけど、やっぱレベル1上がっただけで、全然、ヨダメ変わったしね。強いね。OK。なんか覚えてくれ。金丹。おし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 。金丹2人。2枚で回復できる。技15。なんか覚えるな、これ。雷鳴の術、OK。まあまあ、でしょうねって感じの。でしょうねって感じの術だけど、まあまあまあ、いいでしょう。行こう。ちょっとこれで挑んでみよう。レベル足りないかもしれないけど。よし、貴様がヤシャ姫か。いや、ね、さっきあったけどね。もう顔忘れられた？これ。さあ、行こうぜ。特に、こいつは、まあ、全体攻撃も打ってくるだろうけど、そんなに特殊な攻撃してくるわけでもない。から、タコ殴りでいいと思う。タコ殴りで、HP やばくなったら回復みたいな感じでいいと思うんだけど、あ、雷神はちょっと術使ってみようか。雷鳴。どうだろう。どんぐらい食らうかな。雷鳴、ゴロゴロゴロ。18。おお、強いじゃん。これ全体かな？全体攻撃かな？どうなんでしょう。OK。はい、雷鳴。ただこいつ、後半バフ打ってくるからね。来た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 。これがちょっと攻防素早さがね、倍でしょ。ちょっと不安だよな。一旦、あ、ヤシャ姫。戦う。雷鳴。あ、そうでもなくね。あ、まあ、こっちもレベル上がったからね。よし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 。オッケーオッケー。いや、4人で来れば楽勝だったわ。あざす。うわ、8しかもらえねえの？はい、ここは鬼ヶ島に作られたマンダラ王の砦。いや、結構しょぼい砦だな、これ。おいおいおい。なんかあの、ね、あの、飛び込んで、泥なのか、正解なのかみたいな、あの、クイズ番組みたいな感じのスクリーンがこうあるけど。ふふふ。八ズマ瓶を倒してからやるな、ヤシャ姫とやら。しかし、所詮八ズマ瓶など、ただの下っ端の一人。あんな小娘マンダラ四天王の敵ではないわ。いや、こっちもね、強くなってんのよ。よし、行こう。多分、こっから、ほらほらほら、来てるよ。もう血の海だ、これ。マンダラ地獄の鬼のせいで、ここ地下10階、そして9階は一面炎の海です。これは冬で行かなきゃダメなんでしょう。多分敵がね、ほらほら、もう、違うじゃない、敵のね、種類がさ。もう、ちょっと、雷鳴使ってみようぜ。あ、全体ではないみたいだね。なんか、ターゲッティング入ったから。一体のみか。でも多分、雷神これ、全体攻撃とかも覚えるでしょうよ。そのうちね。いやー、やっぱこのメンバーが一番安定感あるんでしょうな。腹出しの出番はやっぱないかな。OK。竜神バラム。なんかかっこいいな。竜神バラム。わ、お金いっぱいもらったけど、経験値はその割。はい。まあ、行くか。冬。よし。まずはこのフロアの探索。探索です。ルート確保。ルート確保と宝箱の回収。おそらくは、だから宝箱を回収で武器とかをこう拾っていく感じだと思うんですよね。他の仲間のキャラクターは。多分だけど。待て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 。ヤシャ姫こっち。違う。こうしようか。いや、強えな。コーラマンダラ。はい。毒にかからなければそれで OK。よし。竜神バラム。かっこいいよね。なんか2回目だけど。これ言うの2回目だけど。かっこいいよね。なんかドラクエみたいな。
ネーミング。どうなってんだこりゃ。はい。誰か隠れ身覚えないかな、この3人の中で、仲間3人の中で。アイテムでやっぱ買っていくしかないのかね。300両もするから高いんだよな。あ、橋がある。これちょっと渡ってみようか。どのルートが正しいのか分からんけども。いや、結構広い。結構広いぞ。これが逆に正規ルートなのかな、もしかして。ジュムマンダラ、闇マンダラ。はい。あーっと、めんどくせえな。おい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 、なんかあれだね、このフロア入った途端になんかあれだね、あればっかり言ってるね。いや見えてんじゃん。いや、アシュラ HP1 しかねえ。ねえ、右側に見えてんじゃんね。意味ねえし。意味ない、意味ない。違う。なんかこのフロア入ってから特殊な攻撃してくるの増えてきましたね。まあこういう風に隠したり、なんか全体攻撃打ってきたり。やばいやばいやばい、雷神やばい、落ちる、危ねえ、奇跡。奇跡だ。夫人行動遅くない？ヤジャ姫もやばくない？ヤジャ姫、これかばう、かばう。とりあえず一体落とせ。オッケー。一旦。これまたヤジャ姫落ちたら多分あれでしょ？ゲームオーバーだよね。だよね多分ね。アシュラカバウ、アシュラ、やばい、オッケー、ナイスー、ナイスー、オッケー。やばい、敵強いわ、ほんとちょっと倒しきっちゃって、ここオッケー。あぶねー、いやー、誰もレベル上がらんか。アシュラは次上がるけど、いやー、きついなー。やっぱまだレベル低いからね。はい、ヤシャ姫だ。あ、お地蔵さん、あ、やばいやばいやばい、冬が、この上の9階にはマンダラ地獄の鬼の竜神バラムがおるぞ。8段になっていないなら強くなってが、8段。うわ、遠いな。これが正規ルートか。 OKOK、 ルートの確認はできた、ルートの確認はできましたよと。いいよいいよ、どうせ見えるからね、右の方に表示されるからいいっすよ。こんな意味ねえしこれ。はい、オッケー。ほらもう右の方に見えてるから。2回攻撃、いやいや、痛恨とかだからやめてよこれ。オッケー、オッケー、なんとかレベル上がった。危ない。どうしようか。ヤシャ姫回復させとくか。ねえ、こんな調子だからさ、これ相当レベル上がらないっすよ、これ。だって、ねえ、今ヤシャ姫7段で、あと1必要なんすよね。それに対して経験値いくらもらってるって話ですよ。いいとこ10とかでしょ。これ苦行だわ、これ、ほんとに。はい、まあいいや。頑張るしかない。OK。
3とかさ、これ終わってるよ、俺、本当に。こんなんであと300いくら経験値貯めなきゃいけないっていう。OK。だからこれ、レベル上げとか、本当2人で行動して、分配少なく、ね、レベル上げていくしかないんじゃないかな。例えば、アシュラーとヤシャ姫がレベル上げして、で、ある程度の、目標のレベルまで到達したら、今度風神と矢姫が2人でレベル上げしてみたいな。で、風神がレベル到達したら雷神と2人でってみ、ずっとそういう感じで進んでいく気がするぞ、これ。雷神。まあ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 、頑張りましょう。よし、まあ少しずつ少しずつね、強くはなってるからね。 OK、 おい4とかだよこんなんでレベル上げなきゃいけねえのかい。つらい、マジつらいぞこれは。だってもうすでに3段4段の段階でレベル上がりにくくなってますもんね、この4人パーティーだと。でまあそれをこの強烈なエンカウントでなんとかレベル上げてくださいねってことだよね。あ、お金、これはありがたい。これはなんとか持って帰りたいよね。全滅しないで持って帰りたい。ただヤシャ姫のね、 HPマネジメントきっちりやっとかないと。雷鳴、あー危ねえ、雷神なんとかかわした。またかわせ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 、よし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 。でもあしらで回復はできない、このバトル中は。ゴロゴロゴロ、よーし、やー、えいえい、まあ、あと殴るしかないですね。どうだ、よーし、12こんな調子でレベル上げるしかないのか。くそー、次も40、41でしょ。くそー、あれ、あ、そっか、雷神食らっちゃった、もしかして。オッケー、宝箱はちょっと欲しいよね。鬼の刀来た。これは多分誰でも装備できるってやつだと思う。だよね。その代わりやっぱ汎用性が高い分攻撃力が少ないのか。アシュラに装備させるか、封じに装備させるか。現段階でどっち強い？あ、同じかよ。封じに装備させよう。いや、待て。アシュラだな。アシュラ素早さ高いんじゃない？まあ、わらじ装備してる分もあるけど、そう、風神より、風神やっぱりあれだよね、動きがちょっと遅いんじゃないか。よし、これでいこう。まあ多分ゆくゆくはあれだよね、アシュラより動きは遅いけど攻撃力は高くなるっていう、なんかそういう感じはするけど、これちょっと厄介だな、雷鳴。ちょっと一体でも奥落として、OK。雷神、雷鳴、雷鳴、あぶわ、さざ波これ。だからこれ、さざ波3連チャンとか来た日にはですよ、これ。もう、壊滅状態。雷鳴。やばい、ほら、もう言わんこっちゃない。こいつ、さざ波を防御しても、ちょっとどうにもならんからね。よし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 。回復で雷鳴、オッケー、一体早く落とせ。よし、それでいい、それでいい。
これで仮に一発さざ波来ても耐えきれる。どうだ、よし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 、まあ、一戦一戦が綱渡り状態。これだけ苦労して8しかもらえねえの、マジかよ。もう技使えねえしな。くっそ、きびだんご、きびだんご、やしゃ姫、くそー、術、料理、おにぎりを作った。はい、雷神におにぎり食わせようか。雷神、風神が次レベル上がるから、ここでちょっとどうかな。よし、ここ確実に落として、雷鳴こっち。うわ、封印かよ。かわせ、雷神かわせ、ダメー。なんかやっぱこのバトル中のクオリティがこのフロアからね、ちょっと上がりましたよね。まあ、当たり前っちゃ当たり前か。一人ボス倒したからな。撤退するかよ、これ。風神レベル上がったら。いや、待て。風神レベル上がったらまたちょっと回復できるだろうから。オッケー。もうちょっと粘ってみるか。まあ、大体でも一周してきたんじゃない?宝箱も回収したよね。多分、まあ時間的にもちょうどいいから、まあ撤退もありっちゃありだよな。うん、だよな。よし、撤退だ。半衣も、はい、戻ってきました。ちょっとまあ風神はレベル上がってね、回復したばっかだけど、ちょっともったいないけど、宿屋戻って回復だ。その前に武器ちょっと見てこっか。武器、誰から、まず防具的なの欲しいよね。いや高えなおい。いやちょっと待って、下取り、やっぱりね、オフェンシブに行こう。アシュラ、青いバラ、青い絹、買えねえなおい。400いくらだと多分風神雷神の装備は買えないと思う。買えないよね。違う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 、風神雷神、あ、風神の虎の腰巻き、金棒とか欲しいよね。わらじ系、なんか素早さアップ系のやつ、素早さ大事だから、買えるやつちょっと買っとこう。やしゃ姫、わらじ、うさぎの旅、きつねの旅、うさぎの旅2つ使えるな。あー、わらじ、ちょっと待っ、わらじを風雷に装備させて、いや、いらん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 、うん、いらない。下取り、アシュラ、よし、これでいい。やばい、一両しかねえわ。一両しかねえ。宿屋台ないじゃんね。宿台ねえわ。毒消し売ろう。ちょっと毒消し3つ売ってさ、羽衣も買いたいしね、ちょっとね。オッケー。よし。まあまあ。まあまあ、ちょっとは強くなったかなって感じですかね。よし、じゃあセーブして終わります。次は、じゃあ、宿屋行って、もう一回、登っていきましょう、階段をね。
よっしゃ、じゃあ今回はこれで終了です。ご視聴ありがとうございました。